自分なりのやり方でリラックスした意識状態になります。この瞑想を100万人以上の方が光のポータル立ち上げのために瞑想し、クリティカルマスを達成するための手段として使用する意思を表明します。ソースからバイオレットフレームを呼び出し、瞑想中と瞑想前後に自分の周囲に保護の柱を設定します。バイオレットフレームに光に役立たないものすべてを変容してくれるように頼みます。宇宙のセントラルサンから発せられた白く輝く光の柱が、この宇宙のすべての銀河のセントラルサンに分配され、 M87 銀河のセントラルサンを通って流れていく様子を視覚化します。そしてこの光が銀河のセントラルサンを活性化し、銀河系を通り太陽系を通り、太陽系内のすべての光の生命体を通り、地球上のすべての生命体を通り、そして自分の体を通って地球の中心まで流れていく様子を
視覚化します。この光が膨大な数の人たちのソウルスターチャクラを活性化させる様子を視覚化して、光のポータル立ち上げへの参加を求めます。光のポータル立ち上げへ実際に参加される方の数がクリティカルマス14万4千人を超えて100万人に達し、この活性化自体が地球の生きとし生けるものに強い癒しの効果を与え、移行期の地球に最大の調和をもたらす様子を視覚化します。